人でビクロイできる？みなさんこんにちは、こんばんは。チェリブロのあぶくまちゃんです。そうです。今回はエンジョイ勢の私たち2人がどこまで生き残ることができるかチャレンジしていきたいと思います。わーマジか、大丈夫かな大丈夫だよ、最近ね私絶好調だから、うん、それは嘘っていう感じかな。あれなんかいつも言ってない絶好調って。毎日絶好調だよ。ちょっと待った、実は今までの説明は真っ赤な嘘。今回の本当の企画はいつもゼロキルの私が途中からわざと攻撃を当てていなかったらバレるのか。イエーイ。さてまおちゃんはどんなリアクションを見せてくれるのでしょうか。本編どうぞ。まおちゃんどこ得意？チルテッドタワー。マジ？行っちゃうか。じゃあ行ける気がする。まあ行けるよね。なんで行ける理由かと言いますと、はい、あぶくまちゃんのレベルが低いから敵のレベルも低くなるかなみたいな。あーこれ高い方に合わさるんじゃないの？いや大丈夫。どうなの？大丈夫大丈夫か。あぶくまちゃんの力は偉大だから。あーだったらダメ食らったわ。うん終わってるね。敵いる。キャー、武器持ってないのに敵いる。ほら危ねえ、ツルハシで倒したわ。やびっくりした。あぶねし、あぶねし、敵を発見した。オッケーオッケー、ヘビスゲット、ヘビスゲット。ナイス。あ、うまいかも。あ、うまいかもあれ、マオちゃんキャリーかこれ、はい、私がキャリーしてあげようと思ったの今日は。連携が大事だよ。どこや敵？これも1000。マオちゃんデカプロもいいよ。一緒にやるの2000円。出したのにかけたのに私。そうだよ、高級だなそれは。やばい、いる。あー惜しい。ないないな、やばい。え、ありをあげる。ありがとう。あ、これ1万円ちなみに。高いなー、まおちゃんレスキュー高い。やばい、そうだよ、助けて。やばい、やばい、やばい。リブットします。あぶくまちゃん夏休みなんか予定とかあんの？まだね、何もないんだよね。ぼっちなのもしかして？そう、ぼっちなの。なるほどね。まおちゃんは何かあるの？もう花火に行きます。おー、私も花火しちゃった友達と。え、花火大会に行く？それともさ、花火、手持ち花火。うわ、いいなー。そう、え、浴衣着る。え、写真ちょうだいね。やだ、1枚1000円これ取られるな、今日マオちゃんに。なんかそうだよ、もちろんだってマオの席代って感じだから。なるほどね、まあそれは高級だ確かに。1枚1000円か席。いや、まあ、だね、1万円かも。え、なんか値上がりして10倍あれ、あぶくまちゃん的にしたら100。ナイスナイス。え、ね、ちなみに今16キル合計してんだけどさ、14キルマオね。あれ、オッケー、ナイス。18キル中16キルマオね。あ、おかしい、調子いいはずなんだけど。今日キャットでやってるドッキリなんだろうな。何のドッキリだろう。 なんでもないよ。視聴者のみんなね、怪しいよね。怪しくないよね。もう信じられませんやばい、なんか信用失ってる。そうだよ、なんか毎年夏にやってることとかあんの？去年も一昨年もずっと花火を、手持ち花火でやってるかも。やっぱ大人だからさ、うん、ちょっと夜更かししてさ、大人の海行ってバーベキューしながら。バーベキューまではしないかな。ないけどないけど、うん、それで海にかっこいい人にナンパして振られて。あれ、そこまでまたお酒飲んじゃって。あー、ね、で酔っ払っちゃって大変だな。あ、終わったかも。待って、やめて、終わんないで。あ、大丈夫大丈夫、飛ばしてる。当たんないな。あ、ちょっと後ろからする。ここら辺いいんじゃない。いる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 。当たれ。痛い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 。もうリブートできないよ。やばい。あ、100。やったやったやった。うわー、うまー、ナイス。うますぎ。やばい、まおちゃん大覚醒してる。おかしい、私が覚醒するはずが。最初からできないってのは分かってたんですけどね。いや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 、こっからだから、まおちゃん。あの草むらのどっかにいるよ。あ、高かった。オッケー、二人いる、二人。いたいたいた。おかしい、私のスナイパーが。いやー、何してんの。抜かれました。
丈夫か。いけるよ。いけるいける。あ、ナイス、うまっ。ムラポンじゃん。はい、ない。やったー。ナイス。アブコンちゃんいなくなった。いや、いるよ。コーチングするから今から。神コーチングね。え、これ何対何？ね、あ、1v1v1。マジ？アンチダメージいくら？わかんないよ、そんなの。はい、ビッグとわかんないよ。計算しないと。10だ、10。え、どうやってみる？あ、書いてあるんだ。えぐい、コーチングえぐい。書いてあるの知らなかった。サラス 1v1 でございます。アンチダメージは10。さあ、そこから、どう敵は見つけて、どんなキルを決めるのでしょうか。マナミ選手、ここに抜かれてしまいました。大ダメージ。さあ、来てますよ。詰めてきてる。ただ、ここで回復。頑張れ、エンジョイゼーの力を。ワイパーで撃ってきました、今。それは思い知らせてやりましょう。アンチ移動早いから気をつけて、あと10秒だね、アンチ。はーい。飛びます、飛びます、飛びます。ナイス、うまい、アンチ移動。いいね、はい、取ってますよ。埋め立て、いけ、閉じ込めちゃうよ、いけ。やっぱエンジョイしてかないと。そうだね。あ、でも回復がやばい、緑がないから回復。で、ないよね、でも敵もないと見て。さあ、やー！まさかの。すいよ。なんかした、ブクモちゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、まーちゃん、今日はリロードでエンジョイ勢がアブイクルできるかという企画でしたが、やってみてどうでしたか？ディオだったんですけど、ほとんどブクモちゃんなしでビクロイ取るからね。まあ、ブクモちゃん、もう一回修行した方がいいかなって思いますね。そうだね、ちょっとだいぶ差を感じたわ。いつもね、競技勢がキルしちゃうから私キルできないって言ってたんだけど、うん、関係ないなって。関係ないね。私いつも何してるんだろうって思いましたね。ということで、今回はいつもゼロキルの私が途中から全く攻撃を当てていなかったら、まほちゃんは気がつくのかドッキリでした。あー、そんなんさ、気づかないよ。攻撃ないじゃん。初動から本当は攻撃しないようにしようと思ってたんだけど、あまりにも敵多すぎて余裕なくてめちゃめちゃ撃っちゃった。最初検証結果は全く気がつかないということでした。悲しいわ。わかんないよ。ということで、次回もバイバイ、みんなでゲームやっていきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタン、X、TikTok の投稿もよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。バイバーイ。